どうもこんにちは。宣伝部長の小市です。今日は最悪の結果予想してみたってことでお話をしていきたいというふうに思います。というわけで、今後ね、まあ代表権裁判の結果とか最高裁の判決によって、まあいろいろこの状況がね、まあ進むとも言われてるわけなんですけども、今回はですね、まあいわゆる大津さん側にとって最悪の結果を予想してみようというのをやろうと思ってまして、 というのはまあちょっと以前からお話ししてるんですけど運気の話で申し訳ないんですけどね立花さんと大津さんの運気なんか一緒ですよというところでいわゆる代表権騒動が始まった年そして今年来年までまあまあ悪いわけですよ <laughs> っていうことなのでその時期においてはまあ一般的には悪いって言われるんですけどもまあ逆の意味で言うと。 すごく調子いい時もあるわけで,で悪い時にあの調子に乗ってきた時のツケだったり、まあ、いろんなものがこうドッとくるので悪いように見えるんですけど今までのやり方では通用する通用しにくくなるので自らを生まれ変わらせられるような時期になるということなので、まあ、そういう時が来た時に、まあ、ある意味抗がって今までと違うことをやってでそれで七点抜刀しながらそれが抜けた頃には、まあ、新たな まあこう道が開けるみたいなねまあ簡単に言うとそんなような感じで私は見てるんですけどもでその中において立花隆さんはやっぱり今までのこうなんて言うんでしょうねこうブルドーザーのようにあらゆるこうアイディアを思いついてバーッと進むっていうことだけではどうしても対抗できない敵っていうんですかね <laughs> まあ大津さんなんですけど要は 今まで通りやってると被害者ポジションを取られてこううーっていけないっていうね、まあ、そういうなんか今まで通りじゃない形でやらなきゃいけなくなってその中で非常にこう自分を変えるっていうのはすごい難しいと思うんですけどねそれをどん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 変えてるように見えていてだからおそらくですけども 来年以降ですね再来年からは少しずつ本当の意味でこう活躍が始まる、まあ、今でも十分活躍されてるんですけどね、まあ、こんなレベルじゃない活躍が始まるんじゃないかというふうに私は見てるわけですとでその一方で相対する大津やかさんなんですけれども自らを変えるみたいな動きありましたかというところでありましてだからおそらくまあ今までも自分がまあこう 何て言うんでしょうね。今、まあ、やりたいことをやりたいようにやってきたように見えるんですよね。で 気に食わないとそっから抜けるみたいなこととをやったたりとか、ただ今回は、えー、といわゆる代表の地位を橘さんが譲っちゃうみたいなねむちゃくちゃやってたのである意味自分のこのいわゆる主張が通っちゃうみたいな状況とか、まあ、そこに群がってきた人の意見とか場合によっては親族の人の話とか含めていろいろあったかもしれないんですけど、まあ、そこに居座ってしまったわけですよね。まあ居座ったたた時ににさらに何何かか自分を変えるべく、ただただ何かこう、 ね、こうわがままを言うだけではなくて人の話を聞いて自らを律するとか変えるとか、まあ、勉強するとか含めて今までと違うような努力をしていたらひょっとしたらね何らかの形でいい道が開けたのかもしれないんですけど、まあ、私が見る限り過去ご自身がやってきたことまあインスタを見る限りの話なんですけどとまあ変わらないことをやっていてでたまたま状況としてはですね大津さんの言い分がずっと通ってきたんですよね。で これを運がいいと見るだから私はだからずっとそういうその大津さんの言い分が通れば通るほどなんていうんだろうなこうジェットコースター,コー,スターでいう,うカンカンカンって上がっていく高さがただただ上がるだけですよと。ででもしそれが下りのになった段階においてはその線路線路っていうんですかねは途中で切れていてボーンって行っちゃうよみたいな 形でお話をさせていただきいたところなんですけど、まあ、正直なんか想定のなんかこう想定を超えるぐらいむちゃくちゃしてきてったっていうのがまあいろいろ明らかになってきたので思っていた以上にそのカンカンカンってこうジェットコースターが上がる上の最上まで行ってるんですよね。はいということなので。 まあ正直その状況だったらどうしますっていう話で普通はもうちょっとこのまま道ないじゃんでこっから下るとすごいスピードで起こってピョンって行っちゃうからシートベルトを外してちょっと逃げると <laughs> あのそれはそれで大変かもしんないけどそのまま乗ってこうねまあこういね危険な目に遭うよりはとりあえず外して、まあ、横に逃げて でそして、まあちょっと高いところで大変ですけど、ゆっくりゆっくり降りながらね、まあ、逃げるみたいな方向性に、まあ、普通はね、まあ行くんじゃないかと思うんですけど、まあそれもせずっていうところなんで、まあ行くとこまで行くんですかね、という感じですかね。まあとにかくその X で迫っていて、最高裁判決が出た瞬間に、まあいろんなものが一気に進むとも言われてるんですけど、で、まあとにかく、今まで言ってたことが、運勢が悪い人が言ってたことは、ざーっと通ってきたってことは、 そのそのツケが一気にまあまあこうどっかでドーンっていくっていうことなんですよね。まあこれあくまで私の個人的見方ですけど。なのでおそらくですけども今後起きることは大津さんにとってまあ いわゆる考えうる最悪のことが起きてるんじゃないかなっていうのが私の予想です。はい。だから今までは運勢が悪いのに自分の言い分が通ってしまったわけですよね。そうするとその分のツケが単純に言うと回ってくるって感じですね。で、で、最悪の結果をどのようにお訪れるかっつう話なんですけど、まず一つは当然ね、最高裁の方で棄却されるという予測をしますと。まあ、これはまあ、ほとんどの人がそのような話をしてるんで、でも大津さんを支持してる人でも、 これが棄却されないって言ってる人、あ、何て言うんだろう、最高裁の方で、えー、っと広告が通るみたいな風に、本気で思ってる人なんかいなさそうですよね。なんかあの <laughs>、 <laughs> あんまり言ってるの見ないですからね。ということなので、まあ、表面上は言うかもしんないけど本気で思ってる人はいなさそうなんですよね。まあ、という感じで、まあ、実質高才能であれほど聖地に書かれた判決文があるわけですから、まあ、あれではっきり言って終了なんですよね。でそこで本当は手締めいしなきゃいけなかったのにまだ突っ張ってる、まあ、憲法学者を探しちゃうぐらいですからあの <laughs> この辺は謎ですけどね。はい まあ、一つ合理的な理由があるとすればそれは時間稼ぎということになりますね、まあ、ここはちょっとまあ予測にしか過ぎないですけどなんかあの棄却されないと大変なことになるというのは多分それは分かりますよね。それ彼女のみならず、まあ、ついてる方々もいるわけですからそう,でそうなった場合においてはお金を返した方がいい。 というのは普通にわかるし多分トヨタ弁護士からもそのような話はされてるはずですよね。っていうところなのでで返さなきゃいけないんだけどなんで未だに渡さないかっていうとやっぱりまあお金はね持ってれば持ってるほどお金を生むからギリギリまで待つっていうことがもしあるのかもしれないですよね。はい、で,でその時に持ってるお金があるとするじゃないですか、まあ、いくらか知らないけど例えば1億だとしますよ1億持ってて。 ね、本当は返さなきゃいけないんだけど。で、これをほら、誰かに貸し付ければその分利子が出るしね、あるいはどっかに投資しても増えるとか、まあ,あ、いろんなことに使えるじゃないですか。で、例えばですよ、なんか、どっかに投資してて、で、たまたま、その、この間の株がガーンと下がった時に、めっちゃお金失ったとかね、わかりませんけど、わ <laughs> かりません、その辺は。まあ、どうかわかんないけど、ちょっと返せない状況が、あるいは、なんていうんだろう、どっかに、その、 こういう状況になるかなるって分かってなくて不動産投資したとかね仮にねっていうのがあってちょっと現金がなかなか難しいとこ入れちゃってでそれをまあ売りさばくにあたってねもう早く買ってくださいってなっちゃうとやっぱ足元見られちゃうからそのための時間稼ぎっていう意味にも兼ねてまあなるべく時間を延ばしてくれっていうのがあるかもしれないしまあそれ辺は分かりませんけどなんかあのわざわざその お金を払ってまだ最高裁に向けて戦ってんだったらわかるんですけどお金を支払わずに最高裁の判決をまくつということについては単純にじ時間稼ぎしかないよねっていうことなんだろうなというふうに思う感じですね。はいはい、というわけで、まあ、この辺りについてはもっとね債権者集会第2回目みたいな感じでもっとわかるした、まあ、多分ですけど。 すでに破産完済人と村岡弁護士の方がいろいろ話されてるようなのでその情報は伝わっていて立花さんは知ってるかもしれないですねあるいは言っちゃうと喋っちゃうから止めてるかもしれないし分かりませんけどはいというところでまあおそらくですけどももう判決出た瞬間にいろいろ動き動きが出る流れができてんじゃないかなっていうふうには予測しますとはいでまあこれはそういうふうに思ってる人多いんじゃないですかね、まあ、もし違うとすればなんか 判決は出たけどま、まだ時間がかかるとかね、まあ、そういうのはちょっとあるかもしれないですけど、はい。ということで、当然ね、えっ、ー、と、破産がなしになればね、大津さんも今まで使ったお金についての責任も問われることはないんでね、ほら、な、ほら、みたいな感じのこと言えるわけでしょ。あの、ということができる。ただ、そうなったとしても、当然ね、まあ、あの、 借金と言いますか？債権者の皆さんから取り立てが当然来るでしょうし、今後も差し押さえが来るでしょうし、世間のバッシングはより加熱するっていうわけで、まあ、より大変になっていくかもしれないんですけどね。ただまあまあ大津さん側に立つと、まあ破産がなくなればちょっとね。まあ、かなり助かったって。状況にはなるんじゃないですかね。ということなんで、まあえっ、ー、と冒頭の話の連続で言うとまあ、多分棄却されるでしょうと。とはい。 で、そしてもう一つ代表権裁判っつうのがあるんですけどこれがどっちに転ぶと大津さんにとってまあ大変かみたいな話ですよね。で、まあ、これについてのえっと解説をえっと石丸弁護士もされてたんですけど結局なんかその大津さんが代表じゃなくなるとまあ大混乱になるから、まあ、判決としては現状通おりまあ大津さんを 当主、まあ、として認めるような判決が出るんじゃないかという、まあ、予測をされてましたしまあでも多くの人がそのような予想ですよね。第1審の結論が出るまではちょっとねどっちなんだろうって話があったんですけど、まあ、あれが出て以降はですねまああの高裁の判決もおそらく第一審と同じようなものが出るんじゃなかろうかということが、まあ、推察されてるんですけどただ、まあ、第2審,審に向けて えっとまあさまざまな手をね村上弁護士が一応打たれたのでそれが効いてくるかどうかっていうことですよね。ちょっと裁判所がこの現状をどこまで見てくれるかよくわかんないんですけど見てくれるんだったらこんなこと許していいのかみたいな <laughs> 感じじゃないですか。破産中なのにこいつみたいなことやっていてそっちの心象も悪いことを大津さんやりまくってるわけですよね。まあだからそこをどう見てくれるか っていうのはまぁ、あ、ちょっとあるような気がするんですけどただ、まあ、裁判所がそこまで見てくれないとなったらまあわかんないですよねはいまあっていうところでで公債で判決が出たものが最高裁でまたちょっとねひっくり返るかどうかについては微妙なところなのでまあやってみないとわかんないでしょうけどねまあ、いずれにしても公債の判決は結構重要なわけですねこれが出るのが10月30日と言われてますねはい であのー、当然なんですけどこれど大混乱になるとはいえ大津さんが代表のままだとどういうことになるかっつうと,代表としてなんでですよねでだからまあ破産における責任も当然あ破産における責任っていうのかなお金使っちゃった責任等々も問われていくんですけどただ ちょっっと思ったんですけどね、その結局政党の党首ってまあかなり特権的なことがいねいろいろ見ながらよく分かってきたんでまあなんか基本的には何をやっても政府みたいなその。 当然 <laughs> 人を殴ったりとかそれダメですよ。ダメなんだけど、なんかお金の使い方に関しては、まあかなり緩いですよね。だから、そういった意味において、別になんか代表でも代表じゃなく、あ、違う、代表としてなんかいろんなむちゃくちゃなことしてることについてはかなり免責される可能性が高い。ただ、あの、えー、っとですね、その後の、えー、っと、破産手続きっていうんですかね、破産の、えー、 手続きとかその前後ぐらいですかね、まあ、そこをちょっとどこまで遡るかよくわかんないんですけど今聞く限りにおいては漏れてきてる情報によると破産関材人産の認識において言うとですねそんなに遡んないんじゃないのかなみたいなねいう感じなんですよねそうだからそこがまあいわゆる利払い停止って昨年の12月とかねまあぐらい。 がなんかせいぜいぜみたいな感じにちょっと映るんですけどさど,どうなるかわかんないんですけどねはいただあのこれが大津さんが代表じゃないってなったらどうなりますかっつうことですよねつまり代表でもないのに勝手にいろんなことを決定しまくったあらゆる手続きがありますよねまあ党員首から始まりそれからえっ、ー、とお金を使いいろんなことがありますよねはいでだからそれはあの 問えるる責任っっっててていいいううのは問えないここととが待ってるよよんですよね、はい、だからそれについてはそらくですけども代表権裁判で立村さん側っていうんですかねがあ勝つことになればそれは大津さんにとってはまあむしろマイナスって話なんでだから代表権裁判で負けるそして破産の方も 広告が帰却されるまあその両方をもってしてですね、えー、と責任が問われていくということがまあ最悪の結果なんじゃないかなって感じですよね。だから代表の地位を利用していろんなお金を使っちゃったっていうことも間違いないわけでだから別に代表じゃないっていう判決が出たとしてもですよ別にその責任お金を使っちゃった責任から逃れられる,られるわけじゃないんでそうだからどういう扱いになるんでしょうね。 えーと破産とかのあれを見ていくとなんか結局責任ある立場の人が責任んかこうあのいろいろあの役員とか含めてねまあ,あなんて言うんでしょうね責任を取れていくような感じになっているのでまあそれがえー、と、当主であることをあの 党首でないのに党党首のようにしてお金を使っていたことが破産法の中においてはどのように解釈されるかっつうのは分かんないんですけどもうすでになんていうのいろいろもう前代未聞のことが起こりまくってるんでまあいいんじゃねみたいなの <laughs> とは思うんですけどど,どうなんですかね。はい、でえっ、ー、とまあでも仮に、えー、と代表権裁判で橘さん側が勝つとどうなるかっていうと。 えと選挙には間に合わないですね。でただ大津さんが反抗を押さない問題ってのはやっぱあるんじゃないかなとまあ依然として残ると。でそうするとそのまま結局戻ってこない可能性があって結局なんかどっちにしてもなんかこう代表が戻ってくることはないのかもしんねえなっていう <laughs> <あの笑>ふうに思うんですけど。 まあそこは正直どうなるかわかんないですね。で、まあ私が主にまあキーポイントはやっぱり彼女の後ろにいる人ですよね。その人がまあ押すべきだと意見になれば多分押すんじゃないかなと個人的にはね、まあちょっと思うんですけど、その辺はよくわからないですよね。はい。はい。で、まああとはだから現状の大ツさんだから当然その辺は分かってるとは思うので、分かってて少なくとも破産の方はちょっとさすがにきついよねと思ってると思うんで、 まあかなりあの反論も弱くなってきて最近出たやつで言うと3.5億の件ね件とかを出したりとかしてあっという間にその石丸弁護士にあの間違ってますよって <laughs> 指摘されてましたけどただもうこの界隈というかまあもう詳しい人めちゃくちゃ増えてますからねもう3.5億の件とかはい,はい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 みたいなまだこれそれ使うのみたいな錆びてるよその件みたいな感じでね。 まあ誰も相手にしてないっていう状況なんでまあねもうあとはだから残ってない人何があんのかな8,000万の件ももう無理でしょで3.5億の件もまあほぼまあおそらくですけど破産関罪人と立村さんがまあ話をして集結させるしまあそもそもまあこれが全部全部返せって言われたとしてもあのいわゆる破産法とは関係ないっていうんですかねその今回の、まあ、いわゆる、 手続きとの決定とは全く関係ない大津さんが代表になる前の前の話ですからってなってくるとそれとはちょっとまた関係ないって話になっていくし、まあ、何より、まあ、先ほども少しお話しましたけどとにかく党の代表における権限がまあすごいしそれから何て言うんだろうな特になんかそれを罰するようなものもないし。 <laughs> みたいな感じで無敵なんですよね。でもこれはやっぱり規制政党っていうか自民党とか、まあ、そっちの方々がやっぱりね自分たちに有利になるようにやった結果まあ今このようなことが起きてるんですけどね。はい で、まあ本来はこれが N 党っていうまあちっちゃい政党とむち無茶苦茶なことが起きてるわけですからな,なんかこうね法律改正に動くのかなと思ってたんですけど全然動かなくってだからまあ、そのねそれは大臣とかさあんまりその細かいことようわからんっていうのはわかるけど総務省側の人は分かってるいやお役人さん分かってるわけじゃないですかでこれ不備があるって分かってるわけじゃないですか反抗さないと変えられないっておかしいじゃないかと。あの いうことがあるんですけどなんか変える気配もないみたいな状況なんでまあ総務省側もあんまり変えるつもりがないのかなみたいな状況なんですよねだから多分これ変わるにおいては私が以前からお話ししている割と大きめの政党で似たような事件が起きないと変わんないよねって感じでまあそれはどこで起きるかっつうとねなんかねなんていうんだろう私これネタみたいに言ってて言ってたんですけどなんか 一応なんか雰囲気的にはなんか起こりそうな感じになっててなんか私以前からなんか自民あの自民党がね分裂しないとどうにもならないっていうか。 あの要は結局あのなんだかんだ自民党にず,ずっと勝ってきてるわけじゃないですかだからもうみんな自民党が好きなんでしょっていうかそんなにイデオロギーとかないんじゃないって話で要は一番気に食わないのはもう不正が嫌なんでしょと裏金議員みたいな感じでわわ攻撃してるけどだから不正がなくなればいいんだから自民党が2つに割れて第1次自民党第2自民党で、まあ、時々交代してやればこれは不正は起こりにくいからそれでいいんじゃねみたいな話をしていて。 だからそれが割れるとまあまあちょうどよくなるかなと。両方とも政権担当能力があるような政党がまあ生まれる誕生って感じなんでそうすると野党になった時のまあいわゆる批判の仕方もま,あまともな批判をするだろうねって感じで、まあ、そうするとみんなストレスなく見れるんでいいんじゃないのかなみたいな話をしたことがあってでそれを予想したらまあ結構何年も経つんですけどなんか最近それが起こりそうになっていて石破政権とかね。<laughs> ああんか本当に起きるかもなーみたいな状況になってきててでそしてもしなんかそのような状態になってった時に例えばこう石破さんが次の選挙でボロ負けしてですよ「お前もう降りろよ!」みたいな感じになっててね嫌なっても「いや僕ちゃん押さないもんね」っていうのがこれは一応あるかなみたいなことでそんなこと許されるのかって言っても「いやいやいや」みたいな「銀行口座変えたもんね」みたいなそして反抗さないもんねみたいなことができると。 で自民党の場合はちゃんと規約を作ってるので、まあ、どっかで、まあ、まあ引きずり下ろされることあるかもしれないけどその空白の期間の間に、まあ、まあ当然お金とかも移すしでお金を利用しながらギリギリこう何て言うんでしょうね引き剥がしをしながら、まあ、石破党みたいなみたいなやつも作ることができるっていう感じでね、はいまあ、そうなると、まあ、この子にぐちゃぐちゃなんですけどさすがにそ,そこまでいくと法律変えようかって <laughs>。 <laughs> なるかなって感じでまあ本当はさだってこんな一政党でまあまあなんだろうな知らないの、まあ、知らないっちゃ知らないのか、まあ、こんなむちゃくちゃされてる背景にやっぱり法律の不備があるっていうことがあるわけですからねしかも政治家っていうかあらゆる政党でまあ同じようなリスクを抱えてるわけでまあなんかね反抗 <laughs> 反抗さないでここまでできちゃうっていうことについては是正した方がいいような気がしますけどねはい。 というわけでね、まあ、本日はちょっとね、未来の最悪の結果を予想してみたということでございます。以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくね。